東京都世田谷区の二子玉川ライズガレリア。都心に近く、休日には多くの人でにぎわうイベントスペースで海のごちそうフェスティバルが開かれました。海の食べ物を通して海につながる情報を発信し、海の未来を考えようというイベントで、会場には美味しそうな海のグルメが勢ぞろい。北は北海道から南は沖縄まで、全国40都道府県自慢の海の幸が飛ぶように売れていました。石川県からは奥能登国際芸術祭2020プラスが開催中の珠洲市から絶品グルメが出展されました。まず人気だったのは長橋漁港のサザエ。夜、海底に仕掛けた網を翌朝引き上げると、海藻を食べに来たサザエが絡まっているという仕組み。商品化したのは珠洲の古民家レストラン天祖で、サザエ独特の風味と苦味を楽しめる大人の味わいです。こちらは珠洲で人気の海の恵み、塩田村の揚げ浜塩。500年以上前から全国で珠洲にだけ受け継がれてきた揚げ浜式の塩作りで、熟練職人が昔ながらの重労働で作ります。奥能登の海水は不純物が極めて少なく、ミネラル豊富で苦味の少ない美味しい塩が出来上がります。珠洲のサザエも揚げ浜塩もほぼ完売。奥能登の海が秘める底力を見せてくれました。さて、ステージでは日本財団が今年7月に行った海と食に関する意識調査について発表されました。その結果、魚介類を美味しく食べることについては関心が高いものの、環境問題を含めた海の問題にはやや関心が低いことが示されました。地球のこの7割を占める海のこの環境問題というのは、この地球環境問題の中でも議論の中心に今なりつつあります。そのくらいこういろんな変化っていうものが、実はここ数年いろんな形で起き始めてます。おいしいの裏側で起きていることを知ってもらうということも、次世代に海をこう引き継いでいくために私たちが認識をしておかなければいけないものなのかなというふうに思います。大切な海の幸を失わないために、海の問題について関心を持ちたいですね。この番組は日本財団が推進する海と日本プロジェクトの取り組みの一環です。海と日本。